こんにちは、サックス&ベノーバー大池夏樹です。先日大池ラボで配信した、音階で海外旅行をしようという、配信の中でですね、なんかこう中東っぽい、音階を紹介する中でですね、中東の笛という、ワードが出てしまって、思わずですねゲストの石山くんとの、学生時代の思い出話に花が咲いてしまって、大池夏樹と、バッハの思い出深い話などをですね、紹介していますので、今日は、何か役に立つ、あなたの役に立つ情報では全然ないんですけれども、バカ話を、少しお付き合いいただければと思います。大池ラボの雰囲気も少し味わえるかなと思いますので、ぜひご覧ください。だって今俺たちクラシックの曲やったらもうちょっとうまくできるもん。あ、分かる分かる、だいたい僕はね、中東の上に中東の上ね、そういう回だった、今日。そうだよ、だって中東の話だから。そうだよね。そう、まあ、大池夏樹イベントの中で中東の笛の話はね、覚えておいてもいい、ファンなら覚えておいてもいいのの一つですね。そう、ちょうどさ、なんかそのバッハがかっこいいみたいなことを言ってたんですよ。そう、僕がね、大池くんが、それで、なんかバッハってさ、この、楽譜見てもらえば分かるようにクラシックってスラーとかついてるんですよね。ポップスの楽譜でもついてるのあるけど、本当はついてないのを自分でここがこうフレーズだからスラーにするよとかいうのをつけたりするっていうのが本当なんだけど、バッハはねついてなかった、ついてたんだっけ、ついてないのよ、ついてないか、でついてないんだけど、それを曲として聴かせるためにいろいろとここはスラーにしようとかいうのをやってレッスンに持ってったら、大御所の先生に、ね、そう某大御所の先生に持ってったら、そのスラーついてないんだから全部タンギングで吹かなきゃいけないんだっつって、そう、そうなのよ、それ言われちゃって、そう、何言ってんだろうこの人って。この先生何言ってんだろうと思って、なんか知らないのかな。そう。でちょうどその時にサッカーのね、ワールドカップやってて、そう、中東の笛問題が、そうだね、懐かしいね、持ち上がってたから、これは中東の笛だっていうので盛り上がったっていう話ですね。それ以来僕はもうバッハとかをサックスの先生に習うのやめました。そう。あとバッハ吹いてたら横向いてた話もあったな。そうだね、そう、かっこ悪いな、もうな、もう目閉じて吹くのかっこいいと思ってたからさ、バッハ吹いてたらさ、吹き終わったら横向いてたっていう話な。しかも卒業試験じゃなかった、私の卒業試験とかでやってたんだっけ。そんなの、だって僕バッハで卒業してた。そう、しかもさ、それがさ、なんか伴奏者とさ、伴奏者必要ないからとかそういう理由だったよね、確か。伴奏にしたのはそういうこと、もう伴奏し、あ、すごい忙しかったんです、その卒業する年。あ、そうなんだ。もうだってほら、なんだっけ、山にももう行くこと決まってたし。あ、そうか、でほら働いてたじゃん、なんだっけ、バーかスナックかなんかで、だからね、忙しいから伴奏合わせいらない、自分一人でどうにかしようと思って、無伴奏パルティータを吹いたんで、もうなりきっちゃって、閉じて演奏してたら、だんだんこう動いてって、横向いてたって。吹き終わったらなんかあらぬ方向向いてたのね。いや、卒業試験はね、でも面白かったよね。小野くんの卒業試験とかもさ、私たちのライブね、見に来たことある方はね、ヨンチャっていうライブハウスありますけど、オーナーの子の卒業試験はね、そう、イベージュ、そうそう、クラシックの曲でグローするっていう、しかもさ、あ、で僕、小野くんの踏めくりして、そうで、この踏めくりしながらこうマサイがこう吹いてるの見てたんだけど、横断幕みたいな、そうおかしいじゃん、卒業試験の横断幕持って後輩が頑張れとか言ってね、ふざけた学校だよね。でも面白いよな、今考えれば全然ありじゃん、そんなすごい鮮明に覚えてるもん、あれ、花束が出てほしいもんな。そうあれ面白かったな。ちょっといかに熱いことするかっていうするかみたいな、ね、ふざけてたね。俺はまさに次だったから。
やりづらい、うん、はい、ということで、音大時代のちょっと昔話を、思い出話をですね、聞いていただきました。まあ、音楽大学ってね、まあ、結構ふざけた人というか面白い人というか変わった人がたくさんいたのでね、なんかまあそういった思い出話も今後少しずつ紹介していければと思っております。ということで、今日の動画面白かったという方はぜひいいねボタン押していただけると嬉しいです。またチャンネル登録まだお済みでない方はぜひチャンネル登録ポチッとお願いいたします。また今日の動画のフルバージョンは、YouTube のメンバーシップ大池ラボのメンバーになると、ご覧いただけます。動画の概要欄からですね、入会リンクをチェックしていただければと思います。大池ラボではサックスや YDS、ベノーバを、全力で楽しんでいきますので、あなたもぜひ一緒に楽しみませんか。入会お待ちしてます。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。